本の革命的同志たちへメッセージを送りたいと思います。最初に言わなければならないのは、我々が全世界の革命家を結合し統一しなければならないということです。なぜなら我々の闘争は単一のものであり、決して分断されてはならないものだからです。そして世界の帝国主義勢力は今や統合されたものとして出現しているからです。敵は我々を抹殺しようと意図しています。それゆえ我々は帝国主義勢力をこの世界から放逐する戦いに勝利するために共同行動を行わなければならないのです。プロレタリア階級はこの世界のリーダーシップを保つためにも今すぐ共同行動に立ち上がろうではありませんか。